はい、どうも皆さんこんにちは。音取れてるかな。今非常にね便利なアイテムがあるんですよ。マグネットケーブル、なんつうの、マグネットケーブルいいのかな。あのマグネット付きの USB ケーブル、要はマグネットで付け外しができるっていう、まだこれ多分発想的にはやっぱし Xperia が最初だと思う。いやわかんないけど、 Xperia のやつもね、あのマグネットでね横でねあるんですよ。それのまあ、なんだろう、共通企画版って、まあよくわかんない、あの日本語がちょっと不自由なんてあんまり喋らないようにしますけど、でね、このまあ各社出てるんですよマグネットケーブル。これね、でも規格がないんだよね。これ規格作ってくれたらね、いいと思うんですけど、これピンの数が5本だったりね、ここ直線で、そうだな、直線で1本だったり、あとはなんつうの、台形2列になってたりとかするんでね、こう規格がないのがねちょっとそのユーザーとしては困ったちゃんなんですけど、安いですねこれは。ほう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 、なるほどね。あの先っちょだけ、アダプターだけっていうのもあるんで、あ、アダプターだけでいいかな。どうしよう、俺アダプターだけ、あ、俺アダプターだけ買えばいいか、これ。ですね、私考えました。まあ何を考えたかって言うとですね、まあマグネットはまあ間違いないとして、2メーターのケーブルにしたいわけですよ。総延長、全長ですね、2メーターにしたい場合に、今まで使っている2メートルのマイクロ USB のケーブルにこのアダプターをつけるっていう方法と、1メーターあるいは 1.2 メーターのこのマグネットケーブルを買って1メーターの延長ケーブルをつけるっていう2つの選択肢。2メーターのマグネットケーブルを買うっていう選択肢を一番最初に考えたんですが、私の情報力、まあ情弱と言われてしまえばそれまでなんですが、2メーターのマグネットケーブルって売ってないんですよ。海外のサイトいくつか見たんですけど売ってないので、どうしても 1.2 メーターあるいは1メーターのマグネットケーブルを、1メーター延長するか、2メーターの普通のマイクロ USB のケーブルにアダプターをつけるという選択肢で、海外でね、まあ、このマイクロ、このアダプターがねちょっと探しづらいのと、あとはこれね、今まで使ってるマイクロ USB の 2m の流用できるんで一瞬いいかなって思ったんですけど、これね、これ見てもらえると分かるんですけど、これあの必ずね、あの商品を買う時には想像力を働かせて、買った後にどうなるかっていうのを想像して買わないと、買う時に自分の都合だけしか考えないで買ってね、後で後悔するパターンがあるんで、必ず想像する癖をつけるように私はしています。でこれ使ってみたらね、多分ね、まあただ充電するだけだったらこれで構わないんですが、充電しながら使うよってなった時にね、これだとねちょっとね硬い部分が長すぎるんですよ。これだったらいいんですけどね。なのでこのアダプターはね、買ってみて後で後悔するパターンだということは、私想像しました。こっちの方がねスムーズなんだよね、なんですよね。一見ね、途中で1メーター買って途中でなんか延長つくってなるとね、そのコードが変わるんで、硬さですね、ケーブルの使いづらいっていうのもあったんですけど、でもこれはね多分ねないと思います。買って後悔するパターンだと思うので、1メーターあるいは 1.2 メーターのやつを買います。 Amazon に売ってるやつも多分ここら辺もね全部長さが1メーターだと思うんですよね。長さは書いてないのかな。あと、まあ、あの Amazon のさ説明ってさ、1メーターね、すんごい足りないですよね、この Amazon の。まあ、今回こういう、まあ、今回に関して言えばかなり説明されてますけど、これも多分ね1メーターなんですよ。
的になんかダメみたいですね。これね、このタイプもあるんですよね。でもね、これね、ダメよ。スマホに残った状態がこれだから。これも絶対なしでしょう。しかもカバーはね、なかなかないと思う。これに合う。これ絶対ないですね。で、おなじみアリエクスプレスから買うんですけど、442円で売ってます。442円でしょう。これ、441円もあった気がするんだよな。で、ライトニングじゃなくて、ゴールドじゃなくて、マイクロ USB のシルバー今回買おうかなと思います。延長ケーブルをね、1メーターの白を買う予定なので、これを買います。1メーター。441円。安いね。はい、どうも、こんにちは。怪しい中華です。これね、多分、あのケーブルだと思うんですよ、あのケーブル。日本の追跡はないけど、中国国内の追跡はあったな。中国、いや、中国の、あ、なんか開いてる。If you are satisfied with the product, maybe you can add to the list. うぜ。金メッキっていうのがかなりその評価できるとこですよね。こっちは金じゃないんだけど、普通のメッキ。金メッキですね。結構ね、わかるかな。マグネット力はある。こんな感じで結構ね、マグネット力ありますよ。設定はこんな感じですね。ここも金メッキですね。金メッキ、これいいですね。よし、つけてみよう。ここですね。ここにぶっ刺す。外す。こんな感じでつく。ちょっと今ね、癖がついてるからね。どっち向きでも、あ、リバーシブルだ。見て。ほら。こう、どっちでも、つくようになってるね。こんな感じ。力としては結構あるね、パワー。はい、いくらだったっけな、85円くらいだっけ。で、買った怪しい中華でも紹介したケーブルです。50センチだったら75円で売ってるんですけど、見えますかね。電気が来てるってことですね。っていうかこのケーブルの説明、充電、刺さると充電って出るんですけどね。こんな感じですごい簡単に、すんごい、スッて入って充電できて、そこそこ、力あります。そこそこ、ちょっとこうブラウジングしてるくらいだったら、まあ外れないです。ただね、このケーブルが安くて、めちゃくちゃその感触もよくね、ちゃんと電気が来てるっていうのも、ここで外しやすく、つけやすく、電気もちゃんと来る。それはいいんですよ。しかも安くて送料無料。ただ今僕ね、なんでテンション低いかって、このモードが解除できないんですよ。これって実は、こう、蓋がこう閉じてね、ここだけ開いてる状態
ここだけ穴が開いたカバーをかぶせた時にここだけ映る仕組みになってるんですけど、開けたら解除されるんですよ。なのになぜかこのモードがね、いや、なんとか戻ってくれました。いや、とにかくですね、このケーブル441円で送料無料。ただし今回届いたのがですね、20日以上かかってます。22、3日かかって届きました。追跡は中国国内は追跡あったんですけど、日本に来てからの追跡はないですね。だからポストに投函されます。これのおかげでですね、何が一番良くなるかっていうのが、接点不良問題がなくなるんですよ。スマホってこう抜き差ししてると結局ここがダメになっちゃって、USB の接点ですね。でここって交換することができない。まあ細かく言えばハンダを外して、パーツを買ってきてハンダ付けすればいいんですけど、この作業が本当に器用じゃないとダメだし、材料も必要なんで実質基板交換になっちゃうんですよ。スマホの寿命は USB 端子の USB の接点の寿命と言っていいくらいなので、その寿命をですねこれでなくすことができるので、このタイプのマグネット式のですね USB ケーブルはおすすめです。これはかなり素晴らしい商品ですね。これが、Android と iOS、まあ、iPhone 共通になったら、技術的には無理じゃないと思うんですよ。実際にその Android と、iPhone、この間紹介しましたけど、これがあるわけですからね。Android と iPhone 両方対応できるこういうなんていうんですかね、端子があるわけですから、これがですね、ここに付くようになって、さらに規格が統一化されたらですね、もうみんなこれ使うようになると思いますね。まあ、いずれにせよ、今 Android だけ使ってる人とか、まあ、iPhone だけ使ってる人なんかはもうとにかくですね、スマホ使ってる方はこれね、いいと思います。大した出っ張りじゃないですし、こんな感じですからね、非常におすすめ。出っ張りもこんなもんですからね、いいと思いますよ。うん、違和感ない、非常に素晴らしい。うん、そのただまあ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 、だからこのリバーシ、このマグネットタイプの短いやつとかを買えば、そのモバイルでね、充電用に、使えると。まあこれ1メーターなんで、これをいっぱい買って、まあ、こう束ねてね持っとく。で、モバイルバッテリーで充電するっていうのもいいと思いますね。安いんでね、これ441円ですか、送料無料なんで、いっぱい買っちゃえばいいと思います。まあ企画はどうなってるか分かりませんけど、高いもんじゃないんでね。これはね、もう今回っていうか今まで怪しい中華市場をもう一番おすすめ、全然悪いとこないし、素晴らしい出来が、もうすごいすごいよ、これナンバーワン、怪しい中華市場。はい、というわけで、まあ、今回、端子がですね、10品のものを今回私買ったわけなんですが、皆さんもしねこのマグネティックケーブル買うときにどういったところを考えて選んだらいいかなんですが、まあ、結論を言ってしまうとですね、将来的に Android ユーザーの方は Type-C のケーブルに切り替わっていくと思います。Type-C のマグネティックケーブルあるんですが、全て共通してですね5ピンなんですよ。これなんかは、ケーブル自体は iOS だからライトニング、マイクロ USB、 あ、これですね、マイクロ USB、 ライトニング、 Type-C 全部対応してるんですが、ピンの数がですね5ピンで、Type-C のもの探した限りは10ピンないんですよ。だから
全てのものがね、規格がどうなってるのか分かりませんが、これからもしね、皆さん買うのであれば10ピンじゃなくってね、5ピンのやつ買った方がいいです。そうすると、まあ新たにね、いろいろ追加するとき、端末変えるときにですね、5ピンの方が、ただ互換性がねあるかどうか分かんないですよ。5ピン同士だからって言ってつなげてね、全く中の配線が全然違っててぶっ壊れるっていうこともあるんで、まあ、そこら辺はね、私は何も保証できないんですが、一応買うのであれば、5ピンのやつを買うようにした方がいいと思います。5ピンで普通に、これもそうですけど、 Android っていうかマイクロ USB ライトニングありますんでね、で5ピンのやつを買うのがいいと思います。個人的なおすすめで言ったら、これなんかですね、全部対応で、青、緑から青に変わるらしいんですよ、チャージングが。チャージしたらですね、で5ピンなんですよ。で一応ファストデータとかって言ってる、まあここら辺はまあ分かんないですけどね。で、値段がリテールボックスって、これ多分全部3つついてるってことだと思うんですけど、697円、安いですよね。単品だったらこんな感じなんですけど、697円、安いですね。ここ僕おすすめします。っていうか次の動画、これ買った動画ご紹介すると思います。多分20日以上かかると思うんですけどね。で、まあ2、3本ケーブル買って、ヘッドの部分だけ、合うかどうか分かんないですけどね。だからこれね、分かんないんですよ。これはね、10ピンなのか5ピンなのか分かんないんですけど、これなんかは5ピンのタイプ C なんですよ。だからヘッドだけ、5ピンをね、必要な分だけマイクロ USB なりライトニングなりタイプ C なり買うっていう手もありますよね。